スロースリップ、スロースリップは地震学の用語で普通の地震によるプレートの滑り、スリップよりもはるかに遅い速度で発生する滑り現象のことである。スローイベント、スロー地震、ゆっくり滑り、ゆっくり地震などとも呼ばれるが厳密にはスロースリップかゆっくり滑りが最も的確に意味を表している。海溝などの沈み込み体ではよく見られる現象。 また、一つのプレートの中に存在する断層の面でも発生する。防災科学技術研究所により整備された高感度地震観測網の観測結果が当該事象発見のきっかけとなったス。スロースリップ、イベントと略されることもある。普通の地震よりもはるかに遅い速度というのは地震を起こす地殻変動の速度のことである。 地震としては地震動の継続時間が非常に長く地震動の周期が比較的長め約0.5秒数十秒低周波領域であるという特徴を持つ海洋プレートが大陸プレートの下に沈み込む構造沈み込み体では開口ができプレート同士の境界面の一部が強い圧力によって密着して固定され固着、固着域アスペリティができるのが 一般的である。固着域は数十年から数百年の間圧力を溜め込んで動かず地震の時に一気にずれ動く部分である。通常、この固着域は体上に分布するものもあれば、まだらに分布したりするものもあり、大きさも分布も場所によって様々である。大まかに見れば、開口に対してほぼ平行に分布する。ちなみに、この固着域の分布は、 プレート同士の境界面の温度に関係があるとされているが、温度だけでは説明できず、その他にも多数の要因があると考えられている。固着域の周り、すぐ内側と外側には、スロースリップを起こしながら沈み込む部分、スロースリップ域、繊維領域が細長く分布し、そのさらに内側には地震を起こさずに安定して、沈み込む部分、安定滑り域が広く分布している。 力学的には、固着域は動的な不安定破壊を起こす、特性、繊維領域は、静的に不安定破壊を起こす、特性、安定滑り域は、安定した滑りを起こす特性を持っている。つまり、固着域は、大きな振動を伴った、地震、繊維領域は、振動をほとんど伴わない地震や、滑り、安定滑り域は、振動を全く伴わない、滑らかな、滑りを起こす。 基本的には沈み込む海洋プレートは移動方向と同じ向きに乗り上げている大陸プレートはその向きとは逆方向にスロースリップを起こす。またプレート同士の境界面がアスペリキとバリアの2種類で構成されているという考え方もある。この考え方ではバリアは地震を起こさずに安定して沈み込み安定滑り域と同じ働きをしているが 水などが侵入することによってスロースリップを起こすようになるとしている。日向灘だから四国沖の分後水道域で発生したスロー地震を分析した防災科学技術研究所によれば深さによって3種類の性質の異なる地震が発生している。またこれら3つの現象は周期的に連動して発生している。厳密には地震による滑りを伴わない。 スロースリップをサイレント地震、サイレントアースクエーク、地震による滑りを伴う、スロースリップをスロー地震、スローアースクエークというが、使い分けは研究者の間でも正確ではない。スロー地震は地震計による観測が可能であるが、サイレント地震は観測不可能であり、GPS などで継続的に変異の観測を行わなければ発見できない。また、 明治三陸地震のように、震度が比較的小さいながらも巨大な津波が発生する地震があり、これは津波地震と呼ばれている。津波地震が発生する原因には、地震時の滑りが遅いことが関係していると考えられており、津波地震はスロー地震に含められることがある。スロー地震はゆっくりとした揺れで大きな津波を伴うことから、 サイレント地震はゆっくりとした揺れで津波さえ伴わないことから名付けられたとされているが、現在は地震以外の滑りにまで語彙が拡大されている。サイレント地震は継続期間が数日間の短期的スロースリップと継続期間が数ヶ月から数年と長い長期的スロースリップに分けることがある。また、大地震の発生後に、 震源域の周囲で発生する速度の遅い滑りを、横滑り、アフタースリップ、アフタースリップ、または横変動といい、これもスロースリップに含めることがある。地域により特徴が異なり、南海トラフ沿いの西南日本のスリップでは、微動を伴うが、房総半島沖のスリップでは、通常の地震が発生する。三陸沖では、 三度の三陸遥か沖地震において、横を滑り、アフタースリップが観測された。1989年の地震、MW7.2 では、約10日間。1992年の地震、MW6.9 では、約1日間。1994年の地震、MW7.7 では、約1年間をかけて、 それぞれ地震本体の規模より大きな規模のスロースリップが発生した。2011年3月9日に発生した東北地方太平洋沖地震の最大前進 M7.3 及びその余震活動 M4 から6においてもスロースリップが観測されている。三陸沖では固着域とスロースリップ域が帯状ではなくまばらに分布している部分もあることが分かっている。深さでは 20から5 0トル付近に分布している。房総半島東部から千葉県東方沖にかけての領域では、地表にある北アメリカプレートの下で、フィリピン海プレートが太平洋プレートとの間に沈み込んでいる。北アメリカプレートとフィリピン海プレートの境界面では、 1983年、1990年、1996年、2002年、2007年、2011年、2014年、2018年の計8回スロースリップが発生した観測によるものと、事後解析によるものがある。2011年3月までの過去30年間に5回の活動が観測され、活動間隔は4年10ヶ月7年7ヶ月、間隔。 平均6年間隔で発生している。スロースリップ発生時にはそれに伴う群発地震が発生しており、スロースリップが誘発したものだと考えている。活動中にはマグニチュード4から5の地震が起こる可能性があり、2007年8月の同減少発生時には最大マグニチュード5.3、16日、最大震度5弱、18日となった。 群発地震が発生している。2011年10月には6回目の観測となるスロースリップ現象が過去最短の4年2ヶ月の間隔で観測された。この現象について防災科学技術研究所は同年3月に異なるプレート境界で発生した東北地太平洋沖地震の影響で発生間隔が短縮した可能性があるとしている。 滑り量は10月26日から30日の5日間で、南東方向に約6センチメートルで放出されたエネルギーは MW6.5 程度と推定された MW はモーメントマグニチュード。2014年1月2日から1月10日の活動では、プレート境界面上の滑りは南東に最大で約6センチメートルと推定されており、 それまでの最短だった前回2011年の活動間隔4年2ヶ月よりもさらに短く2年3ヶ月で発生した。後日に行われた詳細解析ではゆっくりとした滑りは12月上旬から始まっていて12月下旬にかけて徐々に加速した滑りは12月31日から急加速し2014年1月3日に最大に行ったが1月10日には急減速した。 2月1日までに放出されたエネルギーは MW6.5 程度と推定されている。1970年に東京湾で M6.5 相当。1989年に千葉県中部で M5.9 相当のスロースリップが発生した。東海沖では南海トラフ、海溝の一種でユーラシアプレートの下にフィリピン海プレートが沈み込んでいる。浜名湖付近では 2000年から2004年まで年間1センチメートル程度の速度で長期的スが発生していることが GPS の観測により判明した。当初は東海地震に関連のある以上、特に東海地震発生の引き金なのではないかとの見方があり、多くの研究がなされた。結果、東海地方のプレート同士の境界面は通常とは異なることが判明した。 東海地方の南東には伊豆諸島と並行してゼンス海嶺という細長い海底山脈がある。このゼニス海嶺は古くから何度も活動しており、東海地方の地下には沈み込んだ古いゼニス海嶺が何列も存在している。プレート同士が強い圧力によって滑っている。境界面ではゼンス海嶺のような隆起した地形があると海水などの水が堆積物と一緒に地下に沈み込み、 そのままプレート同士の境界面を作ってしまう。地下では深く沈み込むに従って圧力が高まるため、堆積物に含まれる水は鉱物内から外に染み出し、鉱物同士の隙間に入り込んで高圧の水となる。これを交換撃水圧帯という。水は粘度が低いため、交換撃水圧帯は潤滑油の働きをして、鉱物同士が押し合うプレート境界よりも滑りやすくなる。 東海地方の地下では、センス海ーの影響で交換撃水圧帯ができ、そのため、スロースリップを起こす部分の幅が通常よりも広くなり、スロースリップの規模が大きくなっていることが分かった。2006年1月に、紀伊半島から愛知県にかけての地域で、深部低周波微動を伴った短期的、スロースリップが発生した。M6.2 相当と推定され、 活動範囲が次第に西から東へと移動していく現象も観測れた。1996年には、日向たなで10月19日と12月3日に、それぞれ M6.6 の地震が発生したが、その横を滑り、アフタースリップが同年に観測されている。また、1997年には、文語水道付近でスロースリップが発生した。田田では、 スロースリップ域は深さ15から 40km 付近に分布している。日本では防災科学技術研究所により運用される高感度地震観測網ハイネットに併設された高感度加速度計、傾斜計により得られたデータを利用し短期的スロースリップイベント素を事件出する手法する方法が考案され2011年2月より順 リアルタイムでの自動スモニタリングシステムが四国地方を対象として稼働中である。スロースリップのうち、特に横を滑り、アフタースリップは、周囲のプレート境界面の応力に変化を及ぼして、地震、余震を誘発するという見方が有力である。一方、一般的なスロースリップについては、スリップが固着域に影響を及ぼして、大地震を誘発する。 可能性があるとの見方がある。上記、スロースリップ構造の例に参考文献を挙げて述べたように、2007年8月16日、及び18日の千葉県東方沖地震と同時期、また2011年3月11日の東北地方、太平洋沖地震の1ヶ月強前後など、地震と同時期にスロースリップが観測され、 防災科学技術研究所等により分析されている。しかしながら、スロースリップの状況から次に起こる大地震の発生時期や規模を、または発生しないことを確実に予報するには、まだ知見が乏しい。それでも、当該地域に地震の可能性として、当面の警戒を呼びかける程度は行われるようになった。政府地震調査委員会の平田次会委員長は、 残念ながら、今の地震学の実力では、いつどこで地震が発生するか、といった地震予知はできません。重力それでは、なぜ11日の記者会見で注意を呼びかけたのか。それは、6月に入ってから、千葉県東方沖のプレート境界で、スロースリップ、ゆっくり滑りと呼ばれる現象が起きている子が、気象庁や研究機関のデータから確認できたためです。 過去に起きたことはまた同じようなことが起きる。可能性が高い。そういう意味で警戒を呼びかけました。いわゆる地震予知とは違います。大きな地震が発生した後に余震について注意を呼びかけますが、それと似ていますね。と語った。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。